おはようございます。美山です。今日はですね、いつもよりなんと5度近く涼しい感じなので、ちょっと出かけたかった場所があるので、そこまで行ってこようかなと思うんですが、そこで使うバッグなんですけど、今日ちょっとこれバッグ開封してから行こうかなと思っていて、というのもですね、ちょっと前の買ってよかった動画で紹介したこれ、このメッシュのバックパックなんですけど、私このメッシュバックパックめちゃくちゃ気に入ってて、近所のカフェとかあと図書館行くときとかもうヘビロテしまくっているバックパックなんですよ。でさらにですね、気に入っちゃったものなので、じゃじゃーん、こちら色違いのホワイトのオールナイロンのタイプも買ったりとかして、この2つここ最近ヘビロテしまくっていたところですね、なんとこのメッシュバックパックを発売されているヘイニさんというブランドさんからわざわざお声掛けいただきまして、もしよかったら他のバッグも試してみませんかということで、なんとこちら別のですね、ちょっとかっこいいリュックをプレゼントしていただいたので、今日はこれを開けて、で早速お出かけ先に使っていこうかなっていうふうに思います。よし、では肝心の中身のお披露目といきましょう。ではいきますよ、せーの、じゃじゃーん、オープン。わー、かっこいい。あ、思ったよりもコンパクトなリュックだ。こんな感じでアルバという名称の本革のリュックが入っていました。といっても私がこれがいいですとお願いしたので中身は知っていたんですが、やっぱ本革っていうこともあって質感がめちゃくちゃいいです。これがですね、レザーのお色と、あとここの金具の色が自分の好きな色を選べるようになってるんですよ。で今回私はブラックレザーにブラックシルバー金具の組み合わせでお願いしました。じゃじゃーん、ちょっと実際に中に物を入れて形を整えてみましたが、いかがでしょうか。めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。ここの上の部分なんですけど、ここにですね、こんな感じでスナップがついていて、ここの右腕側のところのサイドにですね、こんな感じでちょっと金属の金具が1個ついてまして、この金具にさっきのこの上部の部分のスナップをパチッと止めてあげると、こんな感じで後ろ真正面から見た時にちょっと折り紙をパタッと折りたたんだようなかっこいい、少しミニマルっぽいフォルムになってくれるんですよ。個人的にはこの見た目がめちゃくちゃ気に入ってます。で物の出し入れについては、こっちですね、左腕側の方にこんな感じでチャックがついているので、ここから中身を取り出すこともできますし、あとはですね、ここ後ろ真正面のこの今スナップ止めた部分をもう一回こんな感じで、よいしょ、外してあげて、でここのストラップの部分をこうピュッと引っ張ってあげると、はい、ガバッとこれ上から開くようになっていて、ここは結構広めに開くようになってます。でこれ外側にあんまりポケットないのがちょっと残念だなと思ったら、なんとですね、この背中側のところにこんな感じでめちゃくちゃ大きい外ポケットが1個ついてます。今ちょっと手元に任天堂スイッチがあるんですけど、任天堂スイッチ、あ、入る、余裕で入ります。すっぽり上から入って、ちゃんとここのスナップもパチッと止められるような感じのサイズ感ですね。これは助かる。でこの状態で実際に背負ってみると、よいしょ、こんな感じですね。どうでしょうか。背負った時もリュックが大きすぎなくて結構可愛いんですよね。私が身長168センチで50キロ台前半の体重なんですけど、まあ、大体この体格でこんな感じの見え方になってます。なんと今日がですね、5のつく日で楽天の電子書籍がかなりお得な日だったので、結構大量の電子書籍をこの中に購入してダウンロードしておいたので、今日はちょっと iPad mini 持っていこうかなっていうふうに思います。道中しっかり漫画読みたいなっていうような感じですね。でこちらは阿蘇さんから昔いただいた iPad mini 用のレイヤーポーチに入れて、でこの背中側のこの大きめポケットに
シュッと忍ばせていきたいなと思います。さすがにちょっとケースに入れた状態だとこの上のスナップが閉じることができないんですけど、まあ普通に背負っててこぼれてくることはないと思うので、この状態で持っていこうかなっていうふうに思います。よし、ということでバッグの中身もしっかり揃えたので、そろそろ出かけようかなと思います。ちなみにですね、今回のお出かけ用のカメラはこちらを使います。じゃじゃん、 iPhone 13 Pro ですね。なんとですね、今週末に iPhone 14 Pro をもうゲットしてしまうということで、この iPhone 13 Pro がおそらくですね、今回のお出かけ Vlog で取り納めになっちゃうかもしれないということで、まあ、今回ちょっと外出先ではこの子をたくさん使って写真なり動画なりをいろいろ撮ってこようかなっていうふうに思います。今回ブーツはこちらドクターマーチンのチェルシーブーツにしてみて、小物類は全部レザーでまとめてちょっとキュッと引き締めたような感じのシンプルコーディネートにしてみました。ということでもう実はですね、ちょっと電車の時間がやばいのでそろそろ出ようかなと思います。それでは行ってきます。
おはようございます、深山です。今日はですね、昨日と打って変わってめちゃくちゃ天気が良くて、多分お昼30度超えそうな感じなんですけど、今日はですね iPhone 14 Pro をちょっと Apple Store の方に引き取りに行ってこようかなと思います。ちなみにですね、もうあと1分とかで出ないと電車に間に合わないので、それでは行ってこようかなと思います。あ、ちなみにコーディネート今日はこんな感じです。結構暑そうだったので、ユニクロのクロップドの T シャツにユニクロメンズのワイドフィットのちょっと青めのジーンズで行こうかなと思います。全身ユニクロカジュアルコーデです。ちなみにバッグは昨日開封したヘイニさんのバッグですね。これでちょっとカジュアル感を引き締めて少しだけシックにしていけたらなっていうような感じです。っていうかもう本当に時間がないので、それでは行ってこようかなと思います。行ってきます。無事アップルストアから帰ってきました。お目当ての物はですね、このエコバッグの中に入れて一応防犯対策で持って帰ってきたんですけど、じゃじゃーん、こちらです。中身は、はい、こちらですね、 iPhone 14 Pro スペースブラックの 512GB ですね。こちら早速開けていきたいなと思います。よし、ということで早速 iPhone 14 Pro 開けていきましょう。せーの、オープン。あ、気持ちいい。音の割に結構スルスルスルっと綺麗に撮れました。では行きますよ。いざ開封よ。あーあー、すごい。やっぱカメラほんのちょっとだけ大きくなってるかもですね。で、これが今回私が購入したのがスペースブラックの iPhone 14 Pro ですね。はい、でカメラの部分をアップで見るとこんな感じですね。どうでしょうか。あんまり iPhone 13 Pro と大差がない気がしますね。で、ここには引き続きライダーセンサーがついていて、で上にはフラッシュもついていてっていうような感じになってます。はい、でサイドはこんな感じですね。こちらが電源ボタン側になります。電源ボタンの押し心地とかももうほとんど差は感じないですね。はい、で音量ボタンがある側面についてはこんな感じですね。日本のモデルの場合は一応 SIM カードが入れ替えできるようにちゃんとここの SIM カードスロットもついてます。アメリカのはもうこのスロットがついてないらしいですね。はい、でそこの部分は引き続きライトニングポートがついていて、まあ、マイクなりスピーカーの穴なりが搭載されてるっていうような感じですね。はい、でこちらが正面のディスプレイですね。ビリ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 ーと、おお、いや綺麗。やっぱり買いたてほやほやの iPhone のディスプレイめちゃくちゃ綺麗ですね。ではいざスイッチオン。きたきたきた、来ました。はい、ということで電源入れるとこんな感じですね。いやー、めちゃくちゃ綺麗です。このグラデーションの背景すごくいいですね。相変わらずこんにちはとかハローとかでお迎えしてくれるような感じになってます。で、せっかくなので iPhone 13 Pro と外観の比較やっていこうかなと思います。はい、じゃじゃーん。ということでこちら左が iPhone 14 Pro、 右が iPhone 13 Pro ですね。で、iPhone 14 Pro の方はスペースブラック、こっちの13 Pro の方はグラファイトの色味になってます。どうでしょうか。パッと見た感じだとこっちのグラファイトの方がちょっと黄色みがかったブラックになっているように見えるんじゃないかなと思います。で、カメラの大きさなんですけど、わかりますかね、こっちの14 Pro の方がわずかに大きいんですよね。本当に1ミリとか 0.5 ミリとかそれぐらいの差だと思うんですけど、この土台の部分が14 Pro の方がわずかに大きくなってます。なので残念ながらこの13 Pro で使ってたケースっていうのはこっち14 Pro で使い回せないんですよね。まあこればっかりはもうカメラ性能上がってるししょうがないのかなっていうところですかね。
はい。で、電源側の側面がこんな感じですね。こっちが14 Pro で、こっちが13 Pro になってます。やっぱり13 Pro の方が、ここのステンレスの輝きもちょっと黄色っぽいイメージがありますよね。で、この電源ボタンの大きさについてはほとんど一緒なんですけど、実はですね、ここを上ぴったり合わせた時に、こっちの13 Pro の方が電源ボタンの位置がちょっと上側についてるような感じがしてますね。はい。で、こちらが音量ボタン側の側面ですね。わかりますかね？これも実はここの上揃えると微妙にこのマナーモードのボタンの位置とか音量ボタンの位置とかがちょっと違うんですよね。で、わかりやすいんだとここの SIM スロットのとこですかね。13 Pro の方が SIM スロットがちょっと上目についているのがわかるかなと思います。はい。で、やっぱり一番違いがわかりやすいのが、このパンチホールとノッチの部分かなっていうような感じですね。やっぱここの見た目の差っていうのが結構大きい気がしますし、なんか不思議なんですけど、ここの上にちょっと隙間があるだけで、本当にディスプレイが大きく見えるような気がするんですよね。よして、この14 Pro の初期設定をする前に、まずはですね、この保護ガラスフィルムとケースをしっかり取り付けて、うっかり落とした時に壊さないようにしていこうかなと思います。マジ？うっそー。なんと、やらかしてしまいました。iPhone 14用のガラスフィルム買ったつもりだったんですけど、Pro Max 用買ってました。やっちゃった。こういうミスたまにやるんですよね。いやー、まさか保護フィルム、間違えて Pro Max 用買っちゃうとは。いやー、たまにやるんですよね。こういううっかり。まあでも、まずはこっちの保護ケースさえちゃんとサイズが合ってれば結構なんとかなったりするので、お、この保護ケース、電源ボタンの部分とかの色が変えられるような付属品がついてました。で、今回マグセーフ対応のケースを購入しまして、じゃじゃーん、こちらですね。だいぶ前に使ってたのとちょっと似たような感じなんですけど、ちょっと透け感があるようなブラック寄りのシンプルなケースを購入しました。側面とかもほんとシンプルで、一応ここにブランドロゴマークが入っているぐらいで、あとここにストラップホールありますね。これ地味に助かります。よし、ではいざ装着。おお、いい感じ。ぴったりサイズですね。結構触った時柔らかいなっていう印象だったんですけど、まあ、その分落ちた時のクッション性とかはありそうな感じはしますね。もしかしたらって思って、今これ13 Pro の時に買った保護フィルムの予備があったんですけど、こうやって合わせてみたら貼れることは貼れそうなんですよね。なので、この仮になんですけど、13 Pro 用のガラス保護フィルム仮貼りしていこうかなと思います。はい、ということで iPhone 13 Pro 用に買ってた予備の保護フィルムを無事貼り終わりました。よかった。これでなんとか安心して外に撮影が行けそうです。ここの下の部分ですね。この下がちょっと足りなくてはみ出ちゃってるんですよ、ディスプレイが。ほんとそれぐらいで、多分作り自体はそんなに変わらないのかなっていうような感じだったので、一旦これで仮で貼り付けておいて、今のうちに Amazon で注文しておくか、今日ちょっと出かけた時に14 Pro 用のガラスフィルム買って帰ろうかなっていうふうに思います。はい。ということで、最初の初期設定が無事完了しました。で、このダイナミックアイランドなんですけど、今早速1個見つけて、これ充電ケーブルをプシッと挿してあげると、こんな感じで充電が何パーセント今なってますよっていうのが出るようになってました。で、あとは、この音楽の再生とかをしてみると、今、ハリー・スタイルズの楽曲を再生してるんですけど、どうだろう？あ、出ますね。ここにちょっと音楽が今うにょうにょうにょっと再生されてるよっていうのが出ていて、で、ここを長押しすると、あ、こんな感じで出ますね。これ 嬉しい。何回も動画で見たものだけど、やっぱり自分でやれると嬉しいですね、これは。あ、楽しい。長押しの時もちょっと軽いフィードバックがこっちに戻ってくるような感じがありますね。で、あ、すごい。曲送りとかもできるんだ。これはありがたいですね。で、あとは、有名どころで言うと、やっぱこれかな。タイマー機能とか。
が有名なのかなっていうような感じがするんですが、どうだ。あ、来た来た来た、来ました。で、長押しすると、おー、表示される。やっぱこういう細かいところ本当に気持ちいいですね。これだけのために13 Pro に買い替えましょうっていうのは、まあ、ちょっと難しいかなと思うんですが、でも実際使ってみるとやっぱ楽しいですね。これは触っちゃう。まあ、実際これ手で持ってる時って親指の位置ってこの辺りなんですよ。だいぶ下の方なので、この上のところっていじりにくくはあるんですけど、まあそれでもただパンチホールが空いてるよりはやっぱこういう仕組みがあった方が楽しいは楽しいですよね。なんかこういう何気ない、別になくてもいいけどあったら嬉しい機能っていうのを全力で開発してくれるのがやっぱアップルだなっていうような感じがありますね。よし、ということでダイナミックアイランドも本当に軽くですが楽しめたので、ちょっと外に撮影に行ってこようかなと思います。はい、ということで本日2回目の外出、ちょっと行ってこようかなと思います。で、ちょっと時間があれば映画見たいなって思うので、ちょっと撮影ついでに映画見てこようかなって思います。ちなみにですね、 iPhone はここのポケットの中にじゃじゃーん、 iPhone 14 Pro と13 Pro 両方入れてあります。やっぱりメンズのパンツのポケットってめちゃくちゃでかいですね。 iPhone が両ポケットに余裕で入っちゃいます。で、朝出かけた時めっちゃ暑かったので、今日ちょっとユニクロで買ったこの帽子かぶってしっかり暑さ対策しつつ行ってこようかなと思います。それでは行ってきます。Thank you.